猫屋城は、群馬県高崎市三名町上山に存在した、戦国時代の日本の城。形式は山城。カラス川とカブラ川に挟まれた、丘陵帯のうち、北方向に張り出した丘陵の先端に位置する、山城である。標高は180メートルほどで、南北に280メートル、東西250メートルに広がる。また南のお根続きの南東丘陵部には、 三名城が存在する。推起は、永禄十一年、または、同十三年とされる。永禄十一年に開国の武田信玄が、駿河国、今川市の両国への侵攻すると、武田氏と相模国の北条氏康との間で、交渉同盟が崩壊する。これにより、武田氏と五北条氏の両国が接する上野は、軽装地となり、武田氏は五北条氏への備えとして、 三名城、高野巣の間に猫屋城を築城した。築城された当初は、呪し台としての機能が主であったという。猫屋城には、武田家臣、品野国作軍、持月城主の持月人八郎、及び友のスケジュー郎、西中が守る信守が首相となっている。武田氏の勢力が、上野国から退いた後の消息は不明となった。廃城時期も不詳である。なお、 猫屋城の名称は登録の猫屋村に由来するが、この名は江戸時代に呼称されたもので、追記事の名は不詳。日本城郭体系では、新城という名と推測している。ありがとうございます。